午後3時過ぎ、札幌地裁の判決は原発の運転差し止めを命じる。提訴からおよそ10年半、原告が勝訴しました。原告団の団長、斉藤武一さんです。10年以上原発の危険性を訴え続けてきました。もう本当に福島起きた時ですね、もう今度は泊まりが大爆発するんじゃないかと、泊まりの近くで地震が起きたりとかですね、なるんではないかと、今度は私たちだっていう思いがですね、もうすごかったんですね。東日本大震災後の2011年11月、泊まり原発の周辺住民らおよそ1200人の原告団が、泊まり原発の1号機から3号機について運転を再開させないことや、すべての原子炉の廃炉などを求める裁判を起こしました。泊まり原発はですね、いろんな問題を抱えている。そのことをですね、一番勉強しなきゃならないのは裁判長だと僕は思ってるんです。裁判の争点は原発の安全性。原告側は泊まり原発の敷地内などに活断層があり、地震や津波に対する安全性に問題があると主張。一方、北電側は活断層の存在を否定。津波についても安全性は確保されているなどと主張は対立していました。今年1月には北電側が新たな主張を提出する意向を示しましたが、審理が熟したとして裁判長は弁論を打ち切り、裁判は結審しました。そして今日、津波に対する安全性を欠いているから、他の争点について判断するまでもなく、運転によって周辺住民の生命・身体を侵害する恐れを有する。札幌地裁は、泊まり原発には津波を防ぐ施設が存在せず、安全性の基準を満たしていないなどとして、北海道電力に対し1号機から3号機の運転差し止めを命じる判決を言い渡しました。一方で廃炉についてはそこまでの必要性はないと原告側の訴えを退けました。極めて今日の判決は、妥当な判決であり、皆さん考える通り、今危険なんだからもう稼働なんかやめてくれという、そういう素直な思いに沿った判決だったろうと。原発のない北海道を目指す、その第一歩が今日、3時に、記されたというふうに思います。判決を受け、北電は当社の主張をご理解いただけず誠に遺憾であり、到底承服できないことから、速やかに控訴にかかる手続きを行いますとコメントしています。訴えを起こしてから10年半、原告勝訴となった裁判。津波対策が十分に取られていないとして運転差し止めを命じた司法判断は今回が初めてです。